あ本当に金メダルをることができたんだなと少しずつ実感しています。ということと、また改めてこう無観客で開催された大会でしたけれども、どういった大会だったでしょうか、はい、あの金メダルを獲得してから時間が経つにつれて、あ本当に金メダルをることができたんだなと少しずつ実感しています。 ご自身の片足タックルについてはあの記憶がないというふうにおっしゃっていましたが何か改めて映像をご覧になられて何か感じられたことは今ありますでしょうかと、はい、あの,昨日の映像を見返してそて自分がタックルに入っている映像も見て練習で反復してきたことが実際に試合で出せているなと思いました。 お姉さんが昨日スタンドであの応援されてたと思うんですけども、なんか試合中、声とか聞こえてましたでしょうか、はい、あのう、試合の途中で、姉の見てるよっていう声が聞こえて、それでもうどこにいるか分かってたので、もう姿が見えるだけで力になったので、言葉というよりはもう姿だけで力になりました。お姉さんの,あのサポートを 回りたたいいととうことでしたけれどもか具体的にどういうふうに力になりたいというのがあれば教えてください、はい、あの今日姉のアップの相手をすることになっているので、まあ、そのアップ役というのはもちろんなんですけどやっぱり2人で目指してやってきたのでお互いが多分いるだけで力になると思うのでう試合ぎりぎりまでそばにいて力になれればなと思います。